マーチンっていうギターのメーカー、有名なね、はい、そうなんですよ、ね、が出してるウクレレって言って展示されてて、ボディがピンクですごい可愛くて、金額見たら45,000円、なかなかだな、うん、なかなかだな、まあでも1万の次がもうそれだったので、とりあえずそれ弾かせてくださいと、そしたらもう響きがもう中での柔らかい響きもそうだし、弾いた感じの滑らかさもそうだし、持ち方の反り方もそうだし、こんなに違うの、あ、想像していたよりももっと違う、全然違ったんですよ。で、じゃあ同じやつで違うボディの色、まあ同じだよなと思ったんですけど、弾いてみたらやっぱり馴染みが若干違うんですよ。色違いだけで、いや、多分もちろんそれね、全部シリアルナンバーが振ってあるから全部手作りなんですよ。あ、なるほどなるほど。だから馴染みが全然違う。で、まあその時はたまたまね3色並んでたから変えてみただけなんですけど、あ、こんなに違うんだと思って、で、もともとピンクが欲しかったからピンクでもう一個在庫出してもらって2つ引いて気に入ったものを買いました。おー、すごい。人生初めて楽器を買いました。あ、そう、うん、意外。そうなの、うん、ボーカルだからマイクは買ったみたりとか、うん、あとはキーボードも中学生の頃からのカシオのキーボードをずっと持っていて大事にしていて、で、それはあるんだけれども、ちゃんと自分のお金でピアニカ、ピアニカもあるか、でもこのピアニカって吹きながら歌えないんで、うんうん、あ、そうでしょ、下がってからね、そう下がってるから、だから一人でちゃんとライブができるような形での楽器、うん、として初めて買いました。なるほど、そうなんですよ、びっくりしました。いいね、それはびっくりしたね、感心しました。ってやっぱ実際弾いてみないと分かんない、分からないです。だネットとかで買ったら確かにね、値引きとか、あと口コミとか、見れば分かるけども、実際に触らないとあの感じは分からない、だから買いました。なるほど、はい、うまく喋れたんじゃないですか。いや、すごい、うん、ね、いいとこで、本当、うん、ちょっと今いろいろこう頑張った、ミスが出てこなくていいよと思って、ね、いや今でも私こうちょっと弾いて聞いてますけど、やっぱ達夫お兄ちゃん の聞き力がすごい、うん、じゃあ聞き力の話はまた今度。今ちょっと感動してましたもん。あの引き出し方がうまいもそうだし、相槌の心地よさっていうか、バランスの良さがすごくいいなと思って、ね、今私聞いてましたよ。あ、ちょっと俺考えたことなかった、ちょ、自分でも考えとくわ。じゃあその聞き力、聞き力っていうんですかね、いやすごかったですよ、後で見直した方がいい、うん、あ、ね、そう、一点思ったのが、そのボディの響きって言った時に、ウクレレの話か、違う違う違う、俺の話じゃないか、いや、タツオさんの話、タツオさんの話、言った時にボディってって言ったじゃん、それが専門用語だとか、そっちが呼ぶってことが認識がない。なるほどなるほど、そうそうそう、そこに対して聞くから、それに答えて話が進むっていう、はぁと思った、キャッチボールができていました。そういうことですな、よかったです。確かにいつもボール拾いきれない時あったもんね。そうそうそう、なんか、あ、取れなかったなる、すごい、キャッチ力が素晴らしい。なるほどね、すごい、ね、以上です。ありがとうございます。山岡の振りからやばキャッチまで、ね、これはでもこれで上手くならなかったらダメですよ。これはね、タツオ兄ちゃんがすごいんだわこれ今美佐子褒めちゃいけないから、いやいやいや、だから今のは具体的なエピソードを語んなきゃいけないお題だから、だから一の具体的なことをどれだけ語れるかっていうのをちょっとやってみた。なるほど、あ、でもその語りはすごいできた、よかったです。だからまずこのエピソードを引き出せたっていうことがよかった、すごい、やっぱりもっとトンチンカンなやつ出てくると思ったら、ちなみに1個消してるんだけど、何だった何だった、ゴルフは楽しいそれちょっと興味あるわ。逆にゴルフは楽しい。やったのね、た、うん、それがね、やったんじゃなくて、うん、まだやってないんですよ。もうトンチンカンだなそれじゃなくてよかったよかったよかった、よかった、うん、経験したエピソードの方がね大丈夫ですかね。ざっくりキュッてまとめって言うとね、ゴルフ番組の制作の依頼があった、なるほど、それで全く知らなくて調べた時はすごい嫌だったんですけど、
ミンゴルを始めてみたんですよ、死ぬために。そう、みんなのゴルフアプリで、ね、そしたら面白くなっちゃって、うん、興味が湧いたっていう話でした。なるほどね。じゃあ全然ハーじゃないよね。ハーじゃない、ハーはそっちだよね。ハーかなーと思って二人の話を聞いて、あ、これがハーだっていうのが分かった、うん、そうです。あ、それで書き直してたんですね。なるほどね。でもなんかちゃんと舞台のこととお店のことと音楽のことで、ね、確かに出たね、個性も出せましたね。アピールエピソードにね、ちゃんとしっかりまとめてくるんだよね。宣伝を打つ。ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ、はい、すんません、はい、こんなことまで。お、ちょうどいいぐらいの、うん、いいぐらいです、ね、いい時間です。じゃあまた呼んでね。本当に、いや本当にありがとうございました。お忙しいのに、また楽しみにしてます。ありがとうございます。